さあ、ここからは、周年モンストニュース後半戦、アップデート、進化情報ですね。これらをまとめていただきますよということで、見ていこうかなと思います。お、おーいや、来たー、これ。結構求めてる人多かったんじゃない,いおおそうね。 経験値アップとか、ま、あ運極は多分私700までいってたと思うんですけど、とりあえず700までいいことで、1100個。で、600で確定ガチャ。で、あとのギャは、へえなんか、発動率じゃなくて、経験値アップとか、あ、メダル処置上限は結構助かる。これ、メダル集会ガチってる時に、<laughs> あと、経由差とかやってる時とか、その辺ちょっと困っかんで。 おー、ランク上限 2500! ま、あ私はランク今721という、もうランク上げ全く興味ない勢の人間なんで。あの、まあ、あ頑張ってる方は、おめでとうございますと。で、ま、いつも通りね、500尺ごとに確定ガチャと最後までいったら、限定確定がありますよということで、ま、野幕へ勝ちャ勢の人はこれで、やっと上限解放されて自分がどこまで行ってるのか、わかるんじゃないのかなおー、やっぱ野幕へだね、今年は。 一応、周期的には、野幕への周期なんで、周年がね、2個同時でっていう感じだけど、確か9周年の時は、野幕へだったんで、だから一応、2、2ヶ月、2年か、2年周期でリセットされる傾向にあるから、今年は、野幕へ。来年は、えっと、初期に、おそらくなるんじゃないのかな。で、 新しいクエストでオーブン25個。で、今、ノマクエがリセットされるんで、合計で180個。で、あと、気をつけておきたいのが、えっと、ボナステとかもリセットされるんで、まだ、ボナステとかを学びとかでやってない人は、今ここでやっておかないと、あの、リセットされる時に、もう一回プレイできるようになるんで、ちょっともったいないというか、めちゃめちゃもったいないから。<laughs> 私、10周年の時適当にやってたら、ノマクエのリセット完全に逃してたんで、動画作るのに忙しすぎて、だから、今年は、ちゃんと、あの、リセットされる前に、ノマステのボナステしっかりをやって学び、稼ごうかなと思います。 冷絶ストップお来たーやっと来たー冷絶訓練場い,いや、とりあえずこれでいろいろね、やっと冷絶の、もうスケジュールに翻弄されなくてすみます。<laughs> いや、これも冷絶伏線とかもよくわかんなくなっちゃう。まあ、とりあえず、あの、一つ前までのものが訓練場に入るから、まあ、いつも通りのね、えっと、豪絶とかの訓練場の入り方と同じで、とりあえず今の段階では、一周目の冷絶たちが、 練習できるようになりますよっていうところで、まあ、適正追加されてもね、霊舌のクエストを待つ必要がなくなって、最速で一番強いところで使えるようになるっていう感じになってくるね。これはすごい助かるかな。特に霊舌は連勝なんで、怖いのと、あとやっぱり、今の使用上、編成変えようと思った時に怖いですよね。新しいキャラの使用感知りたいなとか、それを確かめることできなかったんで、まあ、訓練場がね、来たことで、それが、 まあ、あ連勝のこと気にせず、なんとかなりますと。私も連勝でうんぼ出てきたら、リセットする暇なくしなくても <laughs>、よくなるんで、助かるってことで。およーしいや、やったー,ーいや、結局ね、やってたじゃないですか。連勝ボーナス、期間限定ですよ。みんな頑張ってないですかこの3ヶ月、10月までに、ちょっと頑張らなきゃ霊絶。私全然頑張ります。ここのずーっとに、ものすごい気持ち入ってね。あとはアイテムでなんか、連勝途切れない。 民み,みたいな。そうなの。トトルルおーおーあついにいじってきたか。やっぱ根気配ってたのは、なんか伏線があるみたいな。なんかそのアップデ予想してる方の動画とかでも言われたけど、なんか、三つ目の紋章の枠が開くとか、いろいろわったけど、これが伏線回収ですよと。詳細は、何かなえっと、左から、おいやー来た解消のここでボス ワンパンです皆さんワンパン火力上がります <laughs> ワンパンと、ワン、あの、雑魚への攻撃大倍率アップ。で、えっ、ー、と、守護獣が発動可能な場合、攻撃うわーちょっと待って、守護獣と合わせんので、うわー切ったうんぎ きたー運気の発動確けつえ、ハードパネル接触に回復が。はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい。ま、そう、あの、ヒーリングワーネのマスターと一緒ね。いややべ、これ、ワンパンのためにこれ <laughs>、全部つけなきゃ <laughs>。ちょっと待って、これ、え、ワンパンのこと考えたら、対象をつけて、えっ、ー、と、属性つけて、属性つけて、耐弱つけて、守護獣の火星もつけて、えー、やんなきゃいけない。でもこれ、ラックスキル、私のクリティカル、ワンパンみたいな、めっちゃ時間のかかるやつが、これで、上がってくれる。いや、助かるーお、なんかいいのくるぞ、ね、これ。 が追加されこれはどういうことかというとですね、うん、4つのソウルスキルあるじゃないですか一つのモンスョンにつきこのスキルセットとして一括で保存をしとけおお。え？はい、なるほど。<laughs> ちょっと待ってこれんいやこれは助かると思うんですけど多分これさこのあこれこれ拡大できないかあーちゃうねこれ拡大できねやえやえこれさ根気使ってるよねこ <laughs> これこれ根気使って よね、おい、こん、いや、今期めっちゃ使うじゃん、入れ替えで。もうそろそろさ、あの、あれあれ、あの、一回なんか、解放システムにしようよ。この、ゾの属性で、この、 極みとか解放したら、もう付け替え云んで使いませんよ、みたいな。ちょっとそういう風にしないとさ、もうこれ、間に合わないよ <laughs>、って感じだ。保存してても多分これ反映するときにさ、どう見ても、今季こんだけ変えるのに使いますよ、みたいな仕組みになってるから、いやー、うーんー。ほ<お>ー、なんか新しいな。ミッションに挑戦して、実績を上げよう。で、期間も長っ <laughs> なんか、来年の4月までやるの。どうなんだろうこれは多分あれよね。10月から、なんか未開の新しいコンテンツって言ってたけど、違うよね、多分ー。ああ、まあ、運曲、制覇、絶求、キャラで、三、各、うん ?5 つのカテゴリー、各30個。だから合計で150個かな ?150 個ミ,ミッションありますよと。で、ミッションをクリアしていくと、なんか実績みたいなものが溜まっていて、まあ、 最終的には、この半年をかけて、すべての、この、実績180個の、やりきるものを、たくさん、やっていきましょうっていう感じになってるのかなあま、いわゆる実績システムというか、エンドコンテンツというか、ま、やり込み要素みたいな、そういう感じのものを、増やしてくれるっていうことね。この辺は、あの、そういうの、細かくあった方が、やる気出る人もいるんで、助かるんじゃないのかな報酬は何もらえるかよなクということで最大ああ、で、最大だと10だけど、平均は6で止まるんだ。 ほえー、で、あ、最後にコネクトしてる。とりあえずな、なん、でもいいから何か一つは、最大まで持っていけばいいし、平均に関しては、まあ、言ってしまえば言えるみんなんで、最悪、三度目でも最近な、まあ、根気も人によっては、私ワンパンで使いまくってるからだけど人によってはもう別に、天然ぐらいでしか、まともに使いませんっていう人もいるから、余ってる人もいるんで、とりあえず、平均3、最大は10、こんな感じで頑張っていただければ、とりあえず、 満足のいくレベルの実績は取れるんじゃないのかなということでじゃあ何か1個はねコネショとかもらえるんで頑張ってくださいよとあの期間限定イベントのお来た来た来た未開の次でいやどういう系になるかな第一だからな未開の砂丘砂丘頭抱えてるよなんであ一緒かちょっと待ってあれこれリセットしただけパッと見の印象ですけどん <ん>名前だけ <laughs> そうだよね。名前だけじゃん。名前だけじゃん。おい、名前変えてリセットしなきゃかいや、運営さんはね、やっぱり我々の声を聞いてるんですよ。ほら <laughs> <laughs>、言う、ほら、言う、ほら、これね、もう誰が未開なんてクソって言ったやつは、 お、見食いさんはちゃんと聞いてるんだぞ直してくれたんだあー、まあちょっとカットして、真面目に話聞いてたんですけど、えっと、この未開の砂丘っていうのは、言ってしまえばやり口は、えっと、未開の大地と同じものをまずイメージしてください。ただ、報酬として、一番最後に、その未開頑張ったら、戦型の書ってもらえるじゃないですか、一枚。ただ、これが、これからは、最後の、えっと、10個目のことにクリアした時点で、戦型の書をもらうか、スキップ券というものをもらえるか、えっと、分かれますと。で、戦型の書はいつも通りの効果なんですけど、スキップ券の効果が、1個だけ、 次の開催するときに、スキップして飛ばすことができます。だから1ヶ月逃しちゃって、まあ、この画像だと最新が12なんですけど、11月のときに私できなかったんだよな、っていうときに、1ヶ月分遅れるいですかで、この遅れを一生取り戻せなかったんですけど、スキップ券を使うと、1階層だけ、1階層だけ、1000、あの、1ヶ月先の未来へ、未開を進めることができます。だから追いつけるっていう形ね。だからそれを毎月毎月もらうことで、まあ、一つ一つ、ちょっと2段飛ばしで進んでいくイメージかなだから、えっと、10、もし、 未開を始めたときに、まあ今は、今見てる人は関係ないと思うけど、未開と10個、最新が30で、私今20なんだよな、10ヶ月遅れでやってんだよなと思ったら、これを追いつこうと思ったら、10ヶ月分、未開スキップ券を <laughs>、毎回獲得することで、追いつけるようになりますと。まあ基本的に、今までね、最新60で、私まだ30なんよな、みたいな、人には関係ないけど、今頑張ってて、1ヶ月ちょっとやらかしちゃったんだよなっていう人は、スキップ券で、まあちょっと何回か頑張れば追いつけますよっていう形になるかな。まあちょこっと、 とした救済みたいな感じで。まあ、でも、なんだかんだどうせ最終的にめっちゃむずくなるんで <laughs>、あえてスキップ券しないっていうのも全然選択肢であるから。まあ、とりあえず救済手段がちょっとちっちゃいけど用意してくれたんで、まあ、一応助かりますよということで、うん。まあ、未開のちょっとした気になる点も解消されましたと。三つ目来たーやっと来たか三つ目 各属性3つ目の魂のの紋章が登場でございますソウルキーで3つ目の枠を開けられソウルキーというもの,の特殊なアイテムを使って開けますとだから2枠目は根気を使って開けてたはずなんですけど3つ目はこのソウルキーっていう特殊なアイテムで開放っていう形ねだから1属性ずつしか1個につき開けられないんで最終的には5個をどっかで集めるっていう仕組みかなうんまあちょっと報酬いろいろ見ていきましょうかああ<ー>、はい、報酬はとりあえずまあ未開の方あれ発言ガチャ ああ、あるね。は、よかった。初獲得は、これ結構ね、あの、欲しいちゃんとな、ないと困るっていう人結構いたまね、未開の代わりのコンテンツみたいな話、私絶対すると、いや、初獲得ガチャあるんだから、そんな変わられると困るって意見絶対あったから、これは助かりますよと。で、他は多分、そんなに未開の報酬変わってないかな。で、 えーっと、特定の拠点をクリアするとソウルキーを合計5つ獲得可能ってことで、まあ、とりあえず、1つ目は拠点10クリアすることで、ソウルキーもらえました。まあ、多分15とか20とか、どうなう、こ、どういうタイミングで配るかは、まあ、これから分かりますよっていう感じにおそらくなってくるな。とりあえず、今度開催されるやつでソウルキー1個、3つ目の紋章1個開けられるよっていう感じになってくる。重心化情報さあ、重心化情報と <laughs> いうことで、 これがね、まあ、とても重要なものですよと、私の予想が当たるのか。で、あとはね、やっぱり進化するキャラの、誰がするか、性能がどうなのか、これによってね、も、ま、う、あ、その年の終年が決まると言っても過言ではないので。で、性能に関しては、ちょっといろんなキャラいいと思うんで、パパッといくけど、反射のアジン超砲撃に、重力ブロック、 魔法人。あ、結構増えたな。あとはキラー EL がたくさん持ってて、ドレイン待って、コネクトスキルもまあ、砲撃型2体であれなのかな。で、SS で壁にマシンガン設置して攻撃。で、超絶スパバレに爆裂爆発。まあ、とりあえず、キラー対象に行くんだったら、割と無双できそうな感じで、アビリティもそこそこもらえたんで、このギミックで誰か連れてこいよって仮に言われた時には、キラー対象 EL 入るんだったら、一応カラミティジェン選択肢には入るの。 かなーみたいな。そんな感じになってるから、もう本当に私のイメージって、えっと、闇時2のイメージしかないから。<laughs> あ、でもこれ、もしかしたら、SS に壁マシンガンって、た確か弱点にズパンって当てたら、なんかすげえダメに叩き出すんじゃなかったっけもしかしたらそれでワンパンとかもあったりするし、なんなら挟まってワンパンとかも、この強さだったら、できたりするのかないやぁ、サスケーかーいや、とりあえず工場からやっぱり、進んでいきますよということで、いや、これでね、もう、性能から考えると、やっぱりあそこ、エデンが、すごい 楽になります。で、貫通超スピアそのままで、確か、ワープ魔法人よね。あ、地雷が新しくついたのか。だから地雷がついたことで、ま、ちょっとよくわかんないです。<laughs> ちゃっとで、まあ、またこれ、とりあえず最近はもう、アジンか侍足封じつけきゃいいんとか思ってる梅さん。で、ユジョブスに耐性に、ま、先見もそれなりに、まあ、いつも通りのものですよと。で、S s は、あ、超反撃モードになってんだ。で、分裂貫通弾と、超強分明弾。あ、じゃあ、ランダで張り付いて、 で、ブーメランが当たりますし、で、貫通分裂弾も、あれ、あの弱点にね、パンって当たって、敵に当たって、その、いろんな細かい敵にパンって散る場所なんで、当たった場所に対しては結構なダメージ出すんですよね。だからそれが、ランダで狙った位置につけると、面白いみたいな感じかな。お、あれもう限定いくかもしかして。んう<わ>あらおあれあら I'm a bomb m y s e なわけないんだよな。<laughs> いやもう、ダメでこんなこと言っちゃったら。あれこれ、あら、アラウィンじゃない<ん>アラウィンだうわあ、これ声優さんが有名な方なんで、ね、スバルの声優さんと同じじゃなかったっけクソうわあ、有名な声優さん誰か使うと思ったけど、いや私レディー予想だったけど、アラウィンか性せーのは、なんかコンプレックス適性だったよね、当時は確か。貫通、超バラクリティカルで、 えっと、ワープに、確か、あんそうだね、枚数ブロックだったから、ワープと原則を新しくもらいましたと。で、貫通でしょ<お>試練8。試練8とか、あの辺で、毒キラーに獣キラーにダッシュもらえて、で、聖騎士のキャラが1体以上。か、 普通に種族違いか。で、SS が、おああ、よかったーあれ、吹っ飛ばし SS っていう、ちょっと使いにくいもんだったから、いや、毒状態にできるっていうのは助かるね。で、毒キラー、あ自前毒キラータイプだダッキと同じね。結構、じゃあ、盛られてるのかなで、超絶ウォールムービングバレットで強くなって、全方位ショットガンも、クイズのもらえてる。あ、なんか、工場にした、結構、いい性能もらえてそうな気がするんだけど、まあ、欠点はだから超原則になっあ、でもダッシュあるから補えてるか。 あら、工場の中でもスペックはなかなかこれ強いんじゃないですいいいいやや、ねなんか明らかに引き伸ばし入ってるでしょ、これ。そうですね、ほら、なんかあれ絶対なんかこう、<laughs> なんかこう中身のかない会話してるもん。こういう時で絶対なんかあるもんね。<laughs> いや、これ、私今何見せられてんの いやー、ハメすけかー。やべえ、またこれ私、重心化予想ゼロ対戦いや、でも、ウリエルは、いや、さすがに、ウリエルはちょっと、ウリエルか。私ちょっとパンドラは入れてないけど、ウリエルは、もう、いやー、新重心化前回一体だったからな。で、重力、ん重力、マインスイーパー、魔法陣、ブロック、超アビないんかい。全然ないやん。えなんだこれ敵小底力のゲージで持ってる。で、重、状態量回復。で、ショットスキルは、 なーにぃ <laughs> な、あ、うおー、これ、重力消去攻略とかなんかできるこれ。えぇ、ー、面白っ。はー、重力ついにショットスキルになっちゃった。なんかさっき SS の効果マジで、ショットスキルに入れまくってるね。で、敵10体を倒すごとにパワーが一定期間20%アップ。これ、アシストスキルなんで、仲間のキャラに付与できるっていうことでしょいや、違うの。あ、そうだね。だからこれ、10体、多分みんなで10体だから、 ええ、1.2倍、ちょっとな、多分一巡とかそれぐらいだと思うけど、付与できますと。で、SS が、うわ、強、ええや、ちょっと、新中心化いや、いや、でも限定ってさすがにでしょ。前回ナポレオンやったんだから。調和ビ全然ないし、超マインで、最低限の超マインなんで、ま、あここがだから工場っぽさが出るかな。ただ、それ以外は、マジで、いや、結構限定よりな強さしてる <laughs> い。いや、やし、いや、これなんか温存癖、新中心化なんかそんな対数なさそうだな。 金のねなんかもう全部のキャラ、なんかこういうサプライズ形式絶対工場なのに、工場じゃない限定なのに、なんかこれ工場か <laughs>、え、なんだ、雪雪と金。なんか天使来そうで怖いんだけど。なんだ雪え雪って何え、夜さんいやいや、違いますよ, <laughs> いいいいいよ。いや、違う違うなんで夜、いや、一瞬夜さんみたいなシルエットしてんじゃん。 あれもしかしてこれクリスマスアルファじゃないいやークリスマスアルファー <laughs> あー、アルファかーやっぱ周年とかモンドリは、アルファで枠稼ぐのかなだでもこれぐんぐりアルファいるんじゃないよくわかんない。いや、ぐんぐりアルファは、期待できるアルファよんー、いや、アルファか。でもグリム兄弟って性能どうだっけなんかね、ハイ、あれクロススティンガー持ってたよねこれハイクロス砲撃型初めて出てくるタイプになんない頼む。ハイクロス砲撃。ちょっと待って友情から見せて。 よしきたーいや、これは強いいや、これいや、アルファ弱いと言ってすいませんでしたこれ強いっすもうここだけで強いとわかるやつやんいや、アビリティ対応あれだったらあれだけど。でも、ハイクロスってやばいよね。だいたい、そうね、弱かった記憶なんてね、だから、ちょっと待って、これ、三楽さん、なんすか <laughs> ちょっと待って <laughs>。三楽さん、同じ水のハイクロスじゃなかったっけあー、どう思いですね。ね えっと、超原則に、ブロックに、地雷対応を持ってますよと。だから、アナスタシアとは原則壁と地雷で、ちょっと分かれてますよ、みたいな感じになってるね。で、砲撃型なんで、まあ、アナスタシアの組み合わせも全然 OK。あ、飛行フェ持ってる。へぇ、面白。水だと、うん、ちょっとパッと出てこないや。でも多分、火のところって、ない。うん、ないよね。とりあえず、庭園ではないわ。

で、対抗棒アルファに関しては、なんか、ランダ反撃をね、私なんか、放来の攻略で使ったような記憶あるわ。反射の紙で、えー、転送壁、ウィンドウ、ブロック、以上うん、よくわかんない。<laughs> <laughs> よくわかんない。よくわかんない、これ。転送壁も、えー、うん、はまあ、とりあえず試練の7らですよ。なんか、面白キャラ抜けてないな、これ。で、カウンターキラー L は確か元々持ってたよね。で、プロテクションも持ってますよと。そして、コネクトスキルが結構、あ、攻撃力は結構面白そうね。で、打撃と反撃モード。あれ、超反撃じゃないんだ。ふー。で、だ、打撃って面白いな。ランダじゃないんだ。で、エナジーポッドと超強睡眠弾。はな何これ。 なんか面白キャラみたいな感じ超バランスで、だから反撃モードだったら頭倍反撃じゃないんですよね。超反撃じゃないから。だから威力半減して出るんですけど、まあカウンターキラー L は反撃で100%発動するんで、まあそれがエナジーポットだとね、絶対に、あのー、打撃した敵に対してここでブパンってやるから、それが面白いみたいな感じなのかな。でもこのギミック対応だと、多分ステン、つ 試練七ぐらいよね。いや、イラストさ、これ、ぐんぐになるばやばない。ちょっとこの、ほら、鏡で後ろ手に隠してるこのプレゼントを見せてくれますよ、と。で、このプレゼントをね、まあ、オーディン様に渡すようになってるんで、我々ではないです。か、そこは、あの、勘違いしてないように。<laughs> なんか、イラストの気合の入り方。まあ、全部気合入ってると思うけど、いや、なんかすごいね。いや、でもどうだろう、これ。なんか、また状態異常弾投げるみたいな。この手に持ってるのは、プレゼントじゃなくて、状態異常弾だったらどうしよう、SS は おい、状態な談だこれプレゼントじゃない <laughs> おい、これ、後ろに隠してるの、状態異常な談じゃねえかで、3方向追撃、u s ピアップ。お、順当に強くなったね。超バランスが乗ってて、弱点キラー M 持ってて、おダメオ重力魔法人、試練の、そ試練の3だね。あ、じゃあ、5か、5、試練の5いけるようになった。でも、超重力じゃなくて、短縮割とはいえ、んなんだこれ。で、しかもパワー型のキャラいっは多分これ、おでんよね。まあ、妖精は、 えっと、メモリーとかは被らないし、ルナとかも被らないし、グブ、ブーゲンと確か妖精だから被るっけどうなんだろ状態冗談でサポートができるっていうのが強みになってくるか、確かあとあのクエスト、えっと、靴、靴の雑魚いるじゃないですか。死なない。あいつを確か、麻痺させるんだっけ麻痺させたら、あのー、敵の透明化が確か剥がれるみたいな。まあ、ワンパン動画でしか基本的に使わない。 主要だったと思うんですけど、あれ、まひだけだね、あれ、ししもいるんだっけちょっと忘れちゃったけど、なんかその辺をうまいことやって、いい感じにできるのかな。試練だとユースピアップとかの恩恵が出ないんで、そこがちょっと気になるんですけど、まあこの状態冗談を使って、試練後で、なんかおもろいことがきっとできるんじゃないのかな、みたいな感じ。ある方から、あの、ビデオメッセージをいただいてるということで、<laughs> ある方から、ビデオメッセージ,セージえ、これなんか関係ある、いや、100関係あるよねと <laughs> いうことで。 これも、俺でしょうしますヒカキンさんで、ヒカキン、重心か。あ、違うわ。<laughs> ゴージャあ、いや、でもゴージャスサプライズ、今回違うよね。え、なにこれあ、ダムスかあ、ダムスだへぇ、えー、ダムス回するんだやべえ、私ダカム、ダムス回しても今どこで使うんだになっちゃう未来しかわかんねいって言ったのに、<laughs> ダムスどんなございます。え、どうなるいや、貫通のままだ。 クリティカル持ってる、重力、ブロック、うわ、マイスイエルん水の重力のマインブロックってなんかこれ最近。おい、山落 <laughs> おい、散、おい、ワープのない山落じゃねえかおー、これ大丈夫かもーえでそれえっと、重力、ん違うね、重力地雷だったら、これって、ん支援、天然の、 3のイメージしかないんだけど、ダメオのないから、道中だけみたいな。で、壁短縮持ってて、全属性キラー、うわ、超前にいるのに、全属性キラーまで持ってんの。うわ、スペック高いタイプにしてきたか。で、合計楽100か、戦型が来なるキャラ。おい、戦系か、超バランスって。<laughs> 結構、まあ、あれか、バタツミとかあの辺と合わせるんだったら、まあ、なんとかなるか。で、SS が、を動かして、マーキングした敵に星を放つ、停止後に触れた敵に向かって、アンゴールマークだから、多分 SS は変わった。 ってないよね。あの、アミタとかと似たような感じになるかな。演出違うだけで。ただ、ターンは、12ターンで、壁短縮使えるんで、これ壁短縮しっかりすれば、実質8ターンの扱いだから2回に1回使えるっしょうわ、これ強いぞで、防スピアップもしっかりついてきて、拡大爆弾は、まあ、おまけで、ありますよ。一応、全属性キラーあるから、ちょっと威力は、そこそこ、出してくれる。まあ、誘発出せるっていうのが強いかな、自分で。ああでも超重力持ってて、速度稼げて、 いや、超満員イ,イエル弱いわけねえんだよな。私の中では超の、アビリティ等級の中で超満員イ,イエルが一ちゃん強いと思ってるから、まあみんなも思ってるかもしれない。<laughs> いや、強いと思ってるから、これで4.5倍殴りっしょえー、でもじゃあこした、そしたら、とりあえず、あの、道中さ、えっ、ー、と、天点差の道中。あれって、ノンノアルファを使ってる方多いと思うけど、ノストラダムスに変えても割と、 いけそうじゃないで、スピードもアップを持ってるから、その、ノンアルファはね、ぶっちゃけ SS が強いみたいなポジションで終わりそうだけど、これ店員さんの道中介護役で、すっげえ長いこと使われる。ああ、そういうパターン。 なるほどね。そういうパターンちょっとイメージできてなかった。そう私の考察甘すぎ。いや、でもこれ、あざ、あと、ノストラレボリューション。おい、ここもちょっと、あの、ゴージャスさんとか欲してうわ、ヒカキンさんは来なかったか。ちょっと、SS がちょっとゴージャスさんかもありますあ、ほら、ほらほらほら。レボリューション。やっぱ、ほレボリューション。レボリューション。え、そんなか。た多分今、全員気づいてない。嘘 <laughs> <laughs> あれえあ、偶然なのあ、へえ。いやもう私も初見で気づいたから、<え>みんな思ってるもんだと思ってた。<laughs> さあ、これで、おし、これ結構早いよ。もうノストラダムス突入したから、ここからはもう限定だかんね。なんか実写実写だからこれも気合入りまく、ん教会教会に関わるキャラって誰だ いや、これ、ギリシア系か、のなな、な、な、ギリシャ系って言うんだけど、なこれもう、もうよくわかんないっす。天使じゃないのこれ。お、ルッシャ、うんえ、いや、これ、う、あれ、ウリエル、ウリエル、ウリエル。もう、やっと、やっと回収した、ほんと、いや誰。やー、誰ロキアーいやよかった いや、ここでウリエル出せなかったら、いや、いつ出すんだって。いやー、来ましたおちゃんと、よーし、いや、やっぱウリエルはね、分岐していい、いただかないと困りますよ、ということで。あフィナーレなんだ,なんだいや、やっぱゴージャスさんいないから、最終取り、なんかゴージャス枠みたいのないか<高>じゃあ、まずは、 地獄ウリエルの方から。いや、やっぱ天国はちょっと温存してね。どうなんだろう。天7のとま、止まると思ってんだけど。な、貫通、超バラ、クリティカルはそのまんまで。え、ワープついて、あ、コルティーナかなと思ってんだけど、あ、原則かばい,いか。重力ブロック超原則ってなんだ。いや、多分光属性だったら、タ太郎、六部タ太郎、SAO のタ太郎と一緒よね。だから、もうそうだね、なんか。 なないなテルウィング貫通あれこれどこで使うんだなんか伏線かまあいろ、一応未開の砂丘があるかんね。で、カウンターキラー、友情コンボかける2、全体制。ちょっと友情コンボはあそうね、やっぱギルティーと、いやーやっぱギルティーとこれかける2で、やっぱこれは持ってきていただかないと。で、SS はいや変 <laughs>、変わんねえ。変わんねえ。そこ変えて欲しかったな。まあ、誰かアビリティが強いからしゃないか。で、ショットスキルで、味方の SS ターンを一旦短縮、触れた味方。 あれこれ私、激輪ちゃんと組み合わせるために、天然7って天国リエル、あの、短縮系もらうかなと思ったけど、あれ違うかで、アシストスキルは、ショット中は一定以上の距離を移動すると、攻撃力が10%アップ。で、これアシストスキルなんで、仲間っていうことよね。まあ、一定以上の距離がわかんないけど、とりあえず、ま、その間にね、挟まって、カーンみたいなね。それ挟まり方すると、多分そんなに火力出ないけど、なんか自強化で、カン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 とか、縦ンでカン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 とか、カカカカ横カンジャッシュジャッシュジャッシ,シュみたいな、そういうことやってると、多分、 ダメージを一点一倍底上げしますよみたいな感じになってるのかな。凄まじい。以前は五十一パーセント消費だったの、今回は九十九パーセント消費。えー、<laughs> <laughs> え。ええ。それいやよっぽどじゃないと。なんか一段階目今言ってたけど、ちょっとカットしたけど、十パーセント削って、え二段階目で九十九パーって言ってるんですけど、え,ー、え何？えさらに敵に降りた時に発生するこの。 一回殴るじゃないですか、はい、これも結構かあ,るあーなるほど打撃 SS タイプかで SS の演出を見せてくれてでっかっ <laughs> イラストでっかっいや見てくださいいやいや,見え,、ね見,えね、いや見えない見えないこれ見えなんかコーク <laughs> <laughs> いや、いや、やっぱウリエルのね、今後のご活躍、お祈りしておきます。いや、だからそんな感じ、ワンパン動画で出てきますと。いやー、このウリエルもイラストでけ、でけえやつは強いんだから、でかいは強いのよ。え貫通超蝶ラシート。これは多分変わってないかなで、重力。超ダメよ。超ウ度ンド。ロック。まあ、低7ですよね。で、よ、一応私の予想の超重力使わない代わりに、殴りが強いみたいな感じのは、 ああ、まあ、そんなもんかな。友情ブースト M で弱点キラーは M になるかと思ったよ。そのまんまか。で、えっと、えー <laughs> あ、最初かびっくりしたあのクエストのダメを全部消すかと思ったから。で、種族で、妖精のキャラの友情コンボの威力が20%アップ。ああ、ルシファーか はぁ、あ、ルシフアーと合わせるのとヒーリングウォールに変えますよと。で、セスが、触れた味方のパワーと防御力と友情構えやか。<laughs> 一定期間アップ。味方を率いて敵をもむ。だから、ゴーレーセスだね。バフとゴーレーセスです。は、あー、ハイエナジーもらったんだルシフアーと一緒 <laughs> まぁ、あ、定7なんでね、新獣神化のキャラは、艦隊で組むんじゃなくて、やっぱ、2体ぐらいの編成が強くなるよって話はしたけど、うん、まぁ、あ、そんな感じかな。だから、ちょっと性能が思ったのと違ったけど、まぁ、あ、 バフを打てるっていうのが強いのかなだから、ウリエルを2体編成するかなって私予想してたけど、1体かなこれだと。クリムと入れて、リンちゃん入れて、ウリエル入れて、まあ、バフを。んちょっと待って。んちょっと待って、これ、リンちゃんの。あ、違うリンちゃんはオールアンチだから、これバフ重複するんだ。あじゃあ、いけるいける。これ、リンちゃんのバフと、ウリエルのバフって多分別枠扱いなんで、あの、オールアンチのあの、モアモアしたあれって別枠なんで。あ、じゃあ、え、結構、いけそう。 お、ロスゲの SS 見せてくれるん,ん、はい、うん、まあ、自分だけよね。殴り強っ。まあ、全員に殴り、そうだよねあ。やっぱ足の遅さは、うん。正直今のでもちょっと気になるかな <laughs>。いや、どうなんだろう。なんか、使ってみた出すって一番最後よね、多分。で、これは おー、はい、はいこれは今、ちょっとカットした部分で言ってたんですけど、あの、ルシファーの爆発と、あの、同時にね、これ、二人のエナサーが同時に出るっていう面白ができますよと。<laughs> まあ、これはどっかで使えたりするかな。いや、ほんとなんかルシファー追ってる。<laughs> まあ、原作の意識をめちゃめちゃしてますよと。そんな感じになってるね。わー,わー、でもこれ、でっかいイラストじゃないよね。でも声がね、 違うんすよね、確か。普通のウリエルと MV のウリエルで。だそういう感じで、確かこれは、あのー、天国の方だけの仕様なんで、マナと一緒で、神川っていうか、もう片方の分岐の方にはできなかったはず。だからちょっと特殊な位置なんすよね。もちろん、十字解禁 <laughs> <laughs> いやまあ、多分この動画はもう10時以降に絶対出てるんで。<laughs> あの、もう私喋りながらやってるから遅れに遅れてるんで。なので、えまあ、ちょっと今日出すか分かんないですね。今からこのニュースの動画を編集しなきゃいけないんで。なので、まあそんな感じになってます。この動画がもうなんか12時とかに出てたら夜中に出さないんでおさしてください。ああらー <laughs> いややっぱりー 私ちょっとここだけだよ、そしたみんな、みんな0時解禁じゃないのか、12時じゃないのか、みたいな。<laughs> 俺やっぱり1日、これコラボじゃないから暇な日なんですよね。だからこの日に、もう YouTuber は動画を撮れと。もうそういうことです。ね、これ。 <laughs> ああ<ー>、<laughs> やばい <laughs> おい、天、天馬来てねえのに解放してどうすんだよ、これ。どこで使ってみたしたらいいの1た。<laughs> 一日天馬早めませんかだ、ほーら、私ちょっと言ってたじゃん。一日暇なのは YouTuber に使わせるためって。<laughs> まあ、コラボが始まるからっていう、一般ユーザー向けのような、あるかもしれないけど。いやー、どうしよう。天馬もねえのに、ウイエルの使ってみた天国できねえよ。最後にこちらもございます。 はい、この後9月3 0日<お>、えー、0時からですね。今夜0時からということースえはイソン ?2013、2017開催でございまーす。あ,<ー>あちょまっはいや、これ。いや、これやべだぞえこれやばくないえモンストロジイソン2013、14、17って、いや、このこれピックアップされてるだけで、出るキャラ多分限定。おやばいぞこれ <laughs> ちゃ。おい、このガチャ いや、出るキャラ多分やばいちょっと待って、これ、ちょっともう把握してる時間ないから、私もうやばいしか言わないけど、いや、多分これ、おかしいガチャになりそうな気がする。うわ、どうすっかなこれちょっと、いや多、多分これ引くべきかみたいな動画きっと出ないと思うけど、いや、いろいろとキャラ数多いから、まあ、キャラの強さもそうだけど、未来の進化の可能性とかも考えると、うーん、なんか、 やばそうな気がするであとこれほらあの MV とかもいるからうわ絞り取りに来てるガンダムと同じでもうちょっと空間開けると思ったのにもう覇者の塔の王物が使わせれないじゃん <laughs> うわやべーどうすどえどうかど,うど,うどうえー、まあそんなわけでちょっとこれが十字枠の時点でちょっと予想したけど最終なんかゴージャス枠みたいなのはやっぱりなかった <laughs> まあ皆さんご存知かもしれないけど。そんな感じで、まあ性能なんですけど、どうだろう最終的な感想。うーん、でもウリエルは、ちょっとマナみたいに、なんか見てわかるヤバさみたいなのが、ちょっと正直今よくわかんない。まあこれも、正直 <laughs>。正直に。あれが超、ウリエル超重力だったら、もうもろ手を挙げて、あ、これやばいっすわって言ったんですけど、やっぱちょっとタレの重力なんで、少しそこ引っかかるよね。だからちょっと使ってみたらもしかしたら、思いっきりぐるぐるやばいやん、ウリエルボコレえみたいな感じになるかもしれないけど、ちょっと今の段階では、 よくわかんないです。まあ、マナーの時もそうだったからね。まあ、これはちょっと、あの、使ってみた時に、私がどうなるのか <laughs>。でも、ウリエルあれなんだよな。試練で使い、庭園で使いたいから、もしかしたら明日は出ないかもしんない。だってそこで使わなかったら本気わかんないもん。なので、もしかしたらウリエルは地獄だけ使うみたいな感じのことも、もしかしたら起こるかな。ま、あちょっと、まあ、そんな感じで、ちょっと、な、ここ話す長くなると、多分今までも長かったと思うんで <laughs>、走らせていただく。ま、あこの辺はまた、どういうものか、みんなのコメントを見ながらね、ちょっと、私も楽しませていただこうかなということで、じゃ、これで、10周年 終わります。ということで、ごきげんよう。